奈良市の市長の宮本大輔です9月5日木曜日第327回目の発信ですこの動画は平日に休日がない週の水曜日または木曜日に発信しております字幕が出る設定にできます概要欄に内容の詳細関連情報のリンクを掲載しておりますコメントも書き込めますが回答が必要なご質問ご意見につきましては市役所ホームページから視聴メールなどをご利用くださいいつもご視聴いただきありがとうございます ぜひこの動画の内容を積極的に周りの方に広めるなどご活用ください。奈良市の市公式 YouTube チャンネルへの登録もお願いしますまた新着動画のご案内を LINE や X、Instagram の習志野市公式アカウントなどでお知らせしておりますのでご利用ください。それでは本日はこちらとなります。迷わず通報、道路の異常、シャープ 九九一ゼロラインも OK というお知らせです。車両や歩行者が通行する道路ですけども、異常な状態を放置すると事故の原因になりかねません。例えば路面に穴が開いていたり、路面の著しいひび割れや道路標識やカーブミラーの異常、例えば倒れていたり。 明らかに傾いていたり表示向きがおかしかったりと道路を歩いたり走ったり車両で通行したりする中で異常や違和感を放置すると重大な事故につながります。 道路の異常は早期発見がとても重要となりますが職員によるパトロールだけでは発見が遅れるばかりではなく発見できない場合も多々ありぜひ皆さんの情報提供のご協力をお願いしたいという思いも込めまして今回のテーマといたしましたこの内容7月に行われました子ども議会におきましても中学生から質問をいただいた内容でもあります 習志野市では職員によるパトロールや市民の皆様からの情報提供をもとに道路の適切な維持・修繕に取り組んでおりますが地震や暴風、大雨、洪水また最近では猛暑によりアスファルトが柔らかくなるなど道路の表面が緩んでしまいそこに重たい車両が通行するなどして複合的な理由で道路に重大な異常が起こることがあります。 一方道路にはたくさんの種類がありそれぞれの道路の管理者これ道路管理者と言いまますすけどもが存在します道路の種類といいますと車道歩道そして管理道路などもありまして道路の管理者も個人や企業などの民有地ならば個人や法人公道といわれる道でも市町村道なら市町村が。 都道府県道なら都道府県が、そして国道なら国がそれぞれ管理しています。また、公園内や河川や海沿いの道の中には、主に関係者が使用する管理道路の位置づけである場合もあり、私たち関係者でさえ、瞬時にその道路の異常を誰に言えばよいか迷うことがあります。なので、市民の皆さんに異常があれば連絡してくださいと言っても、迷ってしまったり、あるいは、 たらい回し的な状況を生むなどして結果的に情報が伝わらないあるいは通報したくないというケースも多いのが事実ですそこで国では道路の利用者をはじめ市民の皆さんが道路の倒壊や落下物 標識などの故障も含む、道路の異常を発見した場合に、どなたでもすぐに電話で通報できる。道路緊急ダイヤルシャープ九九一ゼロを昨年十一月から運用しています。ご存知だったでしょうか。このダイヤルは全国共通で、二十四時間三百六十五日無料で利用できます。電話をかけていただくと、自動音声ガイダンスに従って、場所や状況などを選択していただきます。 日本国内の道路、高速道路や国道、都道府県道、市町村道などが対象で、民有地などの道路は対象外となっておりますが、先ほども述べたように、この道が誰の道なのかわからない場合が多いですから、そのときはまずはためらわず通報してください。明らかな事故、あるいは被害につきましては、警察110番か消防119番に通報してください。 また今年3月からは LINE アプリによる通報もできるようになりましたインターネットで道路、異常と検索して二次元コードなどから LINE に繋げて友達追加すれば利用できるようになります通報はトーク画面の表示に従い選択したり入力したりできますなおこの動画のお知らせの LINE の中にもこのアドレスは入れてありますのでご活用ください 例えばこちらは実際の画面となりますが、まず LINE 通報をタップします。すると異常の状態、通報の種別を選択する欄が出てきます。選択には路面の穴ぼこ、段差、落下物、動物の死骸、ガードレール、標識などの損傷、 路面の汚れ落石土砂流入等の災害など様々にありますが該当する内容を選択し通報するを押しますすると注意事項が示された後開始するかをはいかいいえで選択しますはいを選択しますと通報の詳細を選択する欄が出てきます次に写真や撮影した内容を2枚まで投稿できますので選択肢の中から選びます 写真や撮影した画像を投稿しないで通報することも可能です。その場合は、写真はないを2回選択してください。次に、道路の種別を選択します。高速道路、有料道路、一般道路から選択します。最後に、異常が発生している場所を特定するため、位置情報を送信するを押します。 すると地図が表示されますので発生場所にカーソルを合わせて送信しますここでスマホなどの端末の位置情報がオンになっていれば現在地が表示されますので容易に探すことができます以上5つのステップで通報完了となりますがこの通報システムにより道路の管理者が早期に不具合を把握し対応できます もちろん市内の道路も対象となっておりますがこのシステムは国土交通省のシステムとなっておりますので土曜日や休日の通報あるいは市道や県道など道路の管理者が国以外の場合は少し対応に時間がかかる場合があります。しかし、か確実に情報が伝わりますので、ぜひご活用ください。 また道路の異常が原因で人や物への被害が生じた場合は道路管理者から保証を受けられる場合があります道路の種類によって管理者は異なりますが発生場所が奈良市の市内ならば奈良市の市役所道路管理課までご相談くださいその際は発生場所を必ず記録しておいてくださいいずれにしても皆様からの情報提供が事故の未然防止 引いては地域の安全につながります先ほど説明した道路の異常で生じた補償や改善に係る工事は道路管理者が行いますので行動ならば皆さんから納めていただいた税金から拒出されることになりますつまり皆様からの情報提供にはこれらの費用を抑制できる財政的な効果もありますこういった内容が周知されることによって全体的な意識も高くなり 安全安心快適なまちづくりが実現します道路に限らず私たち一人一人の意識と行動がとても大切ですぜひこの情報を広めるご協力をお願いします以上迷わず通報道路の異常についてのご紹介でした続いて次回の発信までに実施される主なイベントのお知らせです9月日日土曜日午後1時から 泉町にあります日本大学生産工学部津田沼キャンパスにて防災講座が一般公開で開催されます昨年に続き防災リテラシー研究所の太田俊和氏と本市の危機管理官が講師を務め前半は能登半島地震から学ぶ我が町の備え後半は七野市,市の防災体制と自助・共助力の醸成方法についての講演が行われます このほか津田沼一丁目公園では夕方から夜にかけて津田沼一丁目商店会主催の奈良市の物語竹灯籠と舞の夕べが開催されますすっかりこの時期の風物詩となっております9月7日土曜日8日日曜日の両日は JR 京葉線新奈良市の駅前広場にて両日とも午前中から夜まで新奈良市の駅前商店会主催の夏祭りが開催されます例年このイベントが市内の夏祭りのラストという感じで抽選会もありましてとても盛り上がりますまた9月8日日曜日からは大相撲秋場所が両国国技館で始まります今場所は詐沼にあります 大野松部屋から大野勝関が西前頭十四枚目新入幕力士として取り組みます今年の春場所記憶に新しいですけども新入幕で初優勝した武富士の例もありますので楽しみに期待しながら応援しましょうなお大野勝関は十両での出場となります本日のお知らせは以上となります9月に入りました日が短くなり夜が涼しく感じます しかしお彼岸までの20日間ぐらいは残暑も厳しいので寒暖の差特に体調に気をつけましょう。